モンテディオ山形の新しい本拠地となる天童市の新スタジアムについてクラブは2027年の完成を目指すと発表しましまた。宿泊やレジャーなどの複合施設を併設し観光拠点を作る構想も明らかにされました。新しいスタジアムは現在のスタジアムの道路を挟んで向かい側、この特設駐車場に建設予定だということです。 着工は2年後ホテルや商業施設なども併設していきたいとしています現在のスタジアムが、J リーグスタジアムのライセンス基準に合っていないことなどから、建設への動きが進んでいた新スタジアム。モンテディオ山形はきょう、その新スタジアムの構想を発表しました。来場する方にとって エンターテインメントとしていろんなものを提供しているアメリカのサッカースタジアムを模倣した方がいいのかなという考えに落ち着いておりますスタジアムの観客席は全席を屋根で覆い収容人数は1万5000人を想定しています急に専用のスタジアムとする予定ですが コンサートやイベントが開催できるよう検討するということですまた屋根へのヒーター設置など雪対策も盛り込む方針ですまだどうなるかわかりませんが冬場に試合をしなきゃいけない状況が出てきた場合お客様をお呼びして見ていただく環境があるかないかと言ったら今ないそれを考えたらやらなきゃいけないということが当然になってくると思っています 当初2025年の完成としていましたがコロナ禍や物価高騰を理由に2025年の着工、2027年の完成を目指すということですまた建設費についても当初の想定を上回る可能性を明らかにしましただいたい100億ぐらいかなというのは正直思ってましたあのコロナの前ですねで。 25パーセント増って言われたときに、簡単に言うと120億ぐらいから125億ぐらいをターゲットにしたいなというふうには考えています。ます一方、今日の会見で強調されたのは、スタジアム内や周辺に複合施設を建設する構想です。ホテル、レジャー施設の建設やスタジアム内へのラウンジの整備により、関係人口や交流人口の増加を目指すということです。 主語がサッカーじゃなくても来れる場所にしないと、多分その場所は流行らないだろうなというふうには思ってます。サッカーが主語になるために新しいものを作った後、我々がどういう努力をするかっていうのが一番重要なことなんじゃないのかなとは思ってます。スタジアムの建設後10年間の経済波及効果は以前230億円としていて。 周辺の複合施設が実現した場合はさらに増えると見込んでいます今後は事業を進める新たな会社を設立する方針ですが詳細は明らかにされていませんまた県や自治体からの補助金についても協議を進めていて年度内に結論を出したい考えを明らかにしました